こんにちは。今日の切り抜きニュースは、あのさ、お金ってさ、稼がなきゃいけない。何のために稼ぎたいと思う？人生を。もう少し具体的に言うと、どうお金を使って豊かにしたい？やりたいこと。何がしたい？いや、やりたいことって何？整形したい。あ、顔を整形したいの？あのね、究極まで自分の欲望を詰めないとあかんから、整形してどうしたいの？可愛い女の子にチヤホヤされてたりするじゃないですか。あの、目的は可愛い女の子にチヤホヤされたいがいいのかな。要はなぜっていう言葉が出てこなくなるまでその望みを分析しなきゃいけないの。だから聞いてるの。整形するためのお金があればいいってこと？いやいや、質問がどうやったら稼げるんですかって質問だったんで、そもそも稼ぐ必要性があるかって言ったら、自分のやりたいことができるだけ稼げばいいんでしょ。そこ間違わないでね。やりたいことができるだけのお金があればもう OK なんでしょ。それ以上稼ぐ必要性はないんでしょ。なんか人生に疲れたっていうと、もうため息ばっかりついてるんですよ。そのため息つき続けたらいいんじゃん。え、なんでそれがお金を稼げば治ると思ってんの？あ、だから言ってるじゃん、やりたいことをしてたらええねんって言ってんねん。人に迷惑かけないようにしながらやりたいことをすればいいわけで、そのやりたいことが社会の役に立ってるかどうかまでが入ってくれば最高よ。でも社会の役に立ってなくても人に迷惑かけなきゃいいわけじゃん。毎日プラモデル作ってるのが楽しいとか、テレビゲームしてるのが楽しかったら、それやってたらいいねん。迷惑かけないじゃん。だから何がしたいのかって言ったら、何もしたくないんだったら何もしなきゃいい。何もしないがあなたのやりたいことや。何がしたいかないの。だから何もしたくないというのも一つの願望なの。働きたくないです。もう働かなきゃいいじゃん。働きたくないんだったら働かなきゃいいのよ。いや、働かなくたって生活保護持ったら生きていけんで。だから働きたくないんでしょ。働きたく なければ働かない方法を考えるのよ。それを君は間違ってんねや。働きたくないは悪いと思ってんやろ。悪いと洗脳されてない。その洗脳解くしかないねん。そう、君は働かないことです。いや、働かない、働かない。働かないと争いが起こらない。だから日本にいるんだったら生活保護を受けたらいいし、そういう働かない木の実を食べて生きていく。うちで言ったら、あの尾崎っていう大阪で出た立候補者さんおるやん、尾崎くん、あの維新の会をぶっ壊すって言った、あいつ大阪維新をぶっ壊す、なんや京大とか早稲田とか出てる、めっちゃ頭いいのに、あいつルンペンしてるからね。楽しそうやね、あいつ。なんか働かへん。なんで楽しいかって言ったら、頭めちゃくちゃ賢いけどやりたいことしかしてないから。だから働きたくないからあいつも働いてない。君はどこで扇動されたのか、働きたくないのに働こうとするから人生不幸になっていくだけやん。言ってるぞ、自分に正直に生きろって。働くのやめたら。何の仕事してんの、ちなみに。あ、もうフォークリフトなんか壊しちゃったらいいね。なんかもうフォークリフトでグワーってなんか暴走したったらいいね。ガーッ言って、もう一撃生活保護もらえるよ。もうフォークリフトで暴走してこう倉庫でガシャガシャってやって、あー疲れたーとか言ったら、もう一撃、もう速攻反抗してくれるわ。生活保護認定。おいしいね。いや、これがだから君の場合そういう顔になることがやばいね。あ、なるほどって思わなあかんのに、いや冗談やみたいな顔になってるやんか。それが一番の病やで。人に迷惑をかけてはいけないということは大事だと思いますが、思い詰めすぎて最後は自分を罰せずにいられなくなりますから、あまりにもこのルールに縛られないようにしないといけないですね。それではご視聴ありがとうございました。ということで、まあまあ終わりましょうか。はい、はい、
NHK をぶっ壊す。ありがとうございます。サンキューサンキューチャンネル。あ、初めて出たかな、これ。あ、本当だ。ちょっと待って、サンキューが出た。